はい、皆さんこんにちは、ラブコーちゃんです。はい、ということで今日は22日金曜日なんですけど、明日、田中里奈さんのコラボ商品が出る、2回目ですね、出るということで、1回目のコラボが結構良かったので、私の中ではラップスカート、黒のあれが結構ヘビロテしててすごい良かったので、今回も期待して見ていきたいと思います。何買おうかな。まあそんなにめちゃ買いはしないつもりなんだけど、見ていこうかなと思います。全部気になるけど見ていきたいと思います。今日肩ボトックスってきたんですよ。肩に注射して、もう肩こりがひどすぎて、去年の5倍ぐらいの量こう注射でぶち込んできて、で値段的には1万ぐらいしか上がってなくて、去年行ったとこ結構ぼったくりやったなっていうのに気づいたんですよ。結構効果が出るといいなと思っております。肩こりがあるとどうしてももうね、 YouTube の編集とかもねできなくなっちゃうんでね。はい、ということで田中里奈さんの発売が7月23日明日の土曜日に全国の島村とオンラインストアで発売。オンラインは、書いてた、オンラインは23日日曜日の朝の9時からとなっているようです、っていうコメントでりなさんが答えてらっしゃいましたね。はいですね。あとなんだっけ、一部店舗で花さんとリーさんのコラボなのかな、ちょっとみんなで作るプロジェクトみたいなやつあるみたいなんですけど、ブラつきのキャミは欲しいなと思うんですけど、それ以外は特に欲しいのなかったかなっていうことで、明日は普通の一般の店舗に行こうかなと思ってます。うん、はい、ということでね、気になるのがまず、まあ田中リンガーボーダーティーですね。 TNK 田中リンガーボーダーティー、まあカジュアルかなとは思うんですけど、少しチェックしたいかなと思ってます。うん、価格が979円で、中だいだい、中茶、中黒の3種類 S から LL っていうことで、黒もちょっと大人っぽいなって思うんですよね。茶色は最近多すぎるから、黒かだいだいチェックしとこうかなと思います。買うかどうかまではちょっとわからないですね。はい、あと気になるのが、全部可愛いんですけど、黒のパンツが気になってます。田中 RN センターシーム65っていうパンツ、税込み1969円、濃い黒、 M から LL の展開ということで、黒なのでちょっとさ、動物の毛がめちゃくちゃつくような生地だったら諦めると思うんですけど、ちょっと太めのパンツになるのかな、すごく綺麗そうで、前回白のパンツを購入したんですけど、それもすごい形がすごく綺麗だったので、田中里奈さんのパンツって結構いいのかなと思ってこれも気になってます。まあ、生地と形次第ですね。あとこの上に着てらっしゃる4番の田中モールストライプブラウス1639円も気になります。中黄色が気になります。後ろはどうなってるんだろう。袖のボリュームと抜け感が可愛いってことで、この黄色かな、黄緑かな、すごい可愛いなと思ってます。ちょっとね、綺麗め大人っぽコーデになるかなと思うんですけど、このリナさんが履いてるっぽい、このナイキかな、ナイキじゃないかもしれないですけど、靴もすごい持ってるし、同じようなやつ、可愛いと思って、このコーデいいですね。で、黒のパンツはさっき言ったボーダーティーにも合わせれるし、黒のパンツは万能なんじゃないかなと思います。後編は店舗限定&オンラインスター限定のアイテムっていうことで、店舗限定っていうのは一部店舗ですね。はい、それとオンラインストア限定のアイテムっていうことで、全てが多分一部店舗もしくはオンライン限定ということで、普通のその辺にある一般の店舗には置いてないってことですね。
なんだ、かわいいけど、私が一番気になったのはこの7番のコーデですね。このプチハイプルオーバー979円のシアーのねトップス。でもちょっと秋カラー、黒とかで秋カラーなんですよ。でこの下のスカート、田中 CPU サイド B91 91って割と長いですね、丈が。この茶色のスカートも気になるけど、一部店舗限定なのでちょっと今回は諦めるかな。ちょっとカラーが秋に、秋っぽいカラーになってるけど、生地的にはまだ夏なのかなと思うので、また1ヶ月後とか来月ぐらいにちょっと秋っぽいやつ出された時に頑張って一部店舗に行こうかなとか、はい、考えてます。今回はちょっとやめとこうかな。オンラインで買うかどうかは決めてないけど、このプチハイプローバーの薄い方ね、アワウスダイダイの方が少し気になります。黒もまあ気になるけどね。でも今回は一般店舗で買えるやつに絞ろうかなと思うので、やっぱり今回は黒パンとこの4のコーデですね、上下ですね。あと田中里奈さん、小物は出さないんですかね。なんかあのバッグとか靴とか、そのうちね増えてくるんじゃないかなと思うんですけどね。ね、出したら絶対買っちゃいますよね1万円札じゃ済まなさそう。よし、黒のパンツ明日狙っていこうと思います。そうで、いつもの一番近い店舗に行くか迷ってて、ライバルちゃんがいるから来るかどうかわかんないんですけどね。ただなんかライバルちゃんは同じ M サイズ狙いなんですよ、いつも。でもあの私より結構10センチぐらい背が低いので、パンツとかスカートの丈感ってやっぱり長いみたいで、なので結構トップスを中心に買われることが多いので、どうしようかなと思ってるんですけど、明日ちょっともう2番目に遠い、あ、近いか、ごめん、2番目に近い店舗に行こうかなと思ってます。一部店舗はちょっとまだ体がしんどいかなと思うので、今回は諦めようかなと思いますということで、まあ、ちょっとざっくりにはなりましたが、私の、あのいいなと思うやつとか狙っている商品を一緒に見ていこうっていう、動画でした。はい、ということでまた明日は朝からシマパトに行って購入品動画あげたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。ぜひぜひチャンネル登録してチェックしてみてください。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。